現在かかりました。あまりにお前がかわいそうなんで、今日もラーメン食べます。ラーメン食べれるくらいまで回復しました。とりあえず水を沸かしたいんだけど、これが300ぐらいかな。 500ml を測れよって話なんですけど、あの部屋、今これ部屋なんで、ね、部屋でさ、お前さ、こんなラーメンとか食べないわけ、普通に普段あんまり。そのまあ動画でご飯食べるときたまにここで使うんだけど、基本的にはこの部屋でご飯とかなんか食べ物食べないの。飲み物すらほとんど水以外持ってこないんだけど、普段は。ちょっとインフルエンザということで部屋から出るなとお兄さんからあの命令があったので、部屋で食べます。もう本当に最悪。多分そのこの間ミルクのライブ行った時に一緒に行ってた子が同じタイミングでインフルエンザになったんで、まあライブでもらったっていうわけではないというか、まあライブでもらったかもしれないけど、その前も一緒にカフェ行ったりしてるから、まあどこでもらったか分かんないじゃん、その道中どこで。もう本当にしんどい。でもコロナの時はなんかその何、特効薬というかコロナ専用のさ薬ってないじゃん。でもインフルエンザはさ、タミフルっていうなんか薬があって、それを私は処方されたんで、結構早いうちに大丈夫だったんだよね。大丈夫だったっていうか、まあ回復してきた感じで、今日が2日目か3日目なんだよ。なんか25日にの朝っていうか明け方ぐらいに熱出たんだけど、8時ぐらいに病院行ったのよ、近くの病院に。病院ではなんか今日が0日目って言われたから、ワンちゃん今日が2日目なんだけど、まあ熱出てからは3日目みたいな感じで、私さ、あの学校とかさ職場とかの出席停止のやつがないから、まあ、何日目とか気にしなくてはいいんですけど、そもそもその今週火水木ってランペが大阪公演やってたのね。では大阪の1日目のチケットがあったんですよ。あったっていうか当たってて、大阪しかもさ友達もいるし行こうと思ってたの。まあミルク日曜日行って、で月曜日まあ明日何時頃行こうかなみたいな。今回仕事とか使わずに、なんかあの友達ん家に泊まる予定だったから、まあどうしようかなみたいな適当に考えてたの。でもその時点でちょっとなんか喉痛いかもみたいな。でもそのライブとか行くと結構乾燥で、会場内の乾燥とかで喉やられちゃうことがあるから、まあそれかなみたいな。扁桃炎とかも良くなるしそれかなと思ってて、で火曜日ランペのライブ当日になってめっちゃ喉痛いみたいな。これワンチャンそのライブっていう人多いとこにも行ったし、コロナだったら嫌だなと思ったね。まあ3日間あるから、一旦今日は様子見ようと思って、自分でチケット取れてたあの火曜日は結局行かない決断をしたのよ。まあこれが功を奏した。マジで火曜日、いやちょっと喉痛いけどワンちゃん行こうと思って行ってたとするよ。行ってたとしたら、火曜日の明け方っていうのが水曜日の朝 AM4 時5時に熱出てるから、ライブ楽しかったなっていう余韻に浸ってるうちに熱出てるわけって思ったら、マジほんとうちグッチョブじゃない、グッチョブじゃないじゃないのよ、マジでほんとに。何してんねんほんと。だからワイはまだネクストラウンドを始められてないのよね。11月頭にバズリズムがあるので、まあそれでねランペには会えるんですけど、こんな簡単にかかるかと思ってインフル。しかもさ、なんかご飯っていうかカフェは別にそんな人めっちゃいるとこじゃないの。全然もう結構広いスペースでケーキ食べたんね。しかもケーキぐらいしか食べてなくて、がっつりご飯とか食べてないんだけど、そのぐらいのなんかあれでかかっちゃうんだと思ってびっくりした。ただ私よりその一緒に行ってた子がの方がなんか症状的にはひどそうなんで、咳止まんないみたいに言ってて、俺咳とか鼻水が今んとこないのね。多分今んとこないってことは多分なく終わるんだけど、ほんと熱とこの頭痛と、あとなんかこうフラフラする感じだけなの。だからまだいいじゃん、その咳出たりしてないだけ。ただマジでへこむわ。もういいかな、麺入れて。お腹すいた。熱は今もう微熱ぐらいまで下がってて、多分もう37度台なんだけど、解熱剤を飲めばちゃんと下がるし、コロナの時さ解熱剤飲んでも下がんない時あったんだよね。1日目か2日目ぐらい、あれマジしんどかったわ。ただその下がったなと思って、微熱ぐらいだしこういけんなと思って、なんかちょっと洗濯物やろうとか、ちょっとなんかご飯作ろうって思って立ち上がって、うち階段なんだけど、階段があるんだけど、階段を使うともうほんと、いや、やばい、ダメだこれ、階段使っちゃいけないよって言ったくらいめまいすんの。あれ何なんだろう、このめまいもさインフル症状の一つなのかな、かなんか薬のなんかっていう、なんかって。あ、ちなみに昨日ぐらいからもう普通にご飯食べてます。昨日はお兄ちゃんがなんか豚汁作ってくれ
手というか豚汁でかい鍋で作ってて、で冷凍のご飯チンして、あとプチトマ食べてっていう感じで昨日は終わったので、ちょっとお腹空いてるんですよ。さすがにそれじゃ足りないよということで、まあそんなこんなでね、この間のミルクも楽しかったですわ。なんか結構周りの視聴者さんもミルク好きな人とかエビダン好きな人が多いなと思った。今までコメントあんましてなかったけど、私もエビダン好きなんですとかコメントしてくれる方が結構いてびっくりした。だからみんながこのグループの何々聞いてくださいっていうやつを、あのマジで暇だから言う、インフルエンザ暇すぎて。たださ暇なんだけど、そのこんぐらいの動画を撮る元気はまだなかったの、昨日おとといは。からもうどうしようと思って、暇だな、めっちゃ寝たし暇だなと思って、あのみんなからおすすめされたグループいっぱい見た。うわ、卵のからこの部屋のゴミ箱に捨てたくねえなっていうぐらい、マジでここでは食べないんだけど、まあ捨てるか。ランランランページをさ見てないんだけどさ、さっき予告が回ってきたの、見ろよって話なんだけどね、あのサブスク入ってんだから。そう、予告回ってきてさ、来週がなんか寝起きドッキリらしくて、もうありがてえやばい、久しぶりの動画撮影で声量がわからんくなってる。はい、というわけでできました。え、卵消えたんだけど、え、うち卵落としたよね、ここに。湯をさ止めたんだけど、なんでまだ沸いてんの。あ、なんか沸いちゃう、なんで。フロアが沸き立つ。じゃあいただきます。ちょっとすっぴんすぎるな、うん、まあしょうがない。そういえばさ、そう髪色もさ、そのランペに行くときに青だなと思ってちょっとテンション上がったの。しかもなんかコメントでね、インスタのコメントでネクストラウンドカラーですねみたいな言われて、え待って、天才じゃんと思って、もうそれに合わせてもう染めましたみたいな顔で行こうかなと思ってたのにまあうちが悪いよね。あくうまっ。結局袋麺が一番うまい説ある。何の話だっけ11月頭に実家帰ろうかなと思ってたんですよ、福島に。けどリトルからインフルエンザになった人はやめてくださいと言われて、逆にインフルだったから安全なのではと思ったんですけど、妹の言うことは絶対なのでどうしようかなという感じ。あか、まあ、あとはママとパパに許しをこうって買えるか買えないか決めたいかなみたいな感じですね。んで買いたいかというと、福島競馬が開催するんですよ11月から。11月の半ばにはもうちょっと帰ってこなきゃいけないお仕事があって、もう行けるのはそのタイミングしかない。福島競馬場ってさ、そんなに広くないの他と比べたら。だから行きたいんだよね。あんまりさ、私のさ視聴者さんはさ、まだあの競馬とかなんかこう興味ある人少ないと思うんだけど、イケメンジョッキーがいっぱいいるのね。ジョッキーっていうその、お馬さんに乗ってる選手っていうのかな、騎手なんだけど、その中にあの A グループの小島健に似てる人がいるから、マジ見てちょっと何枚か見せるわ。このね、富田暁さんっていう、富田勝樹くんっていう機種なんだけど、え、似てない？小事件じゃない？わかる？小事件じゃない？なんかさ、うちのお兄ちゃんもさ、お兄ちゃんからこう競馬始めたんだけど、お兄ちゃんが好きで、お兄ちゃんはこの富田暁くんの方を知ってるから、ジャニーズに富田暁っぽい人がいるよっていうのを言って見せたの、小事件をね。したら、うわ、富田暁だってなったぐらい、ちょっと小事件似てんのよ。ほら見て、似てない？え、似てないかな。前よりイケメンいっぱいいる。大馬さんも可愛いね。可愛い大馬さんもいるし、イケメンな大馬さんもいるから、馬も押せるし、もう動物も押せて、こんなに地球を愛することないっすわ。でわいは今年の夏前ぐらいかなに大馬さんを出資したんですけれども、出資した大馬さんが走る日を夢見て働いてます。自分の飼ってる馬の今こんな状況ですよみたいなレポートが送られてくるの、動画だったりとか、今日はなんかいっぱいご飯食べましたみたいなとか、今週はこんぐらい体重が増えましたみたいな、ほんと愛しすぎて最高、もう順調に育てーと思ってる。多分デビューレースは泣いちゃう。順調に行ってくれればいいけどさ、その順調に行かずにさ、あの走れずに終わる大馬さんもね、いるのよ。もう何があるか分かんないからね。まあ無理に走らせてほしいとも思わないしさ、怪我とかしても嫌だし、無事にねデビューを迎えられた瞬間にを見れたら、多分泣いちゃう。例えばミルクもさ、ドーム立ちますみたいなすごい言ってたの。推してるアーティスト側からさ、なんかどこどこに立ちたいですとか、
もっと売れたいですみたいなことをさ、言葉にして直接こうファンの子に伝えてる姿を見たりするとさ、結構グッとくるよね。で、一番グッときたのがさ、もうミルク好きになってまだ1年経つか経たないかぐらいなんだけど、ヨカリ公演の最後の方に佐野くんが泣いてたのよ。まあ前の推しの佐野くん、佐野俊太くんってこう泣いてたんだけど、佐野くんってインスタのフォロワーも100万人いて、でドラマとかもあんなに引っ張りだこで、映画もやって、でバラエティも出て、でミルクとしてアイドルもやってて、もう寝てないんやみたいな、けどインスタライブもやっててみたいな、マジで忙しいと思うの。でもいろんなそのトーク番組とかに出るたびに目標は何ですかって聞かれると、僕は俳優としてとかじゃなくてミルクというアイドルグループでドームに立つのが夢ですみたいな、そのために僕が知名度を上げてってみたいなことを言うのよ。もうそれはさ、いい人ってなるよね。グループ活動に還元したいってまあ誰しもが思ってるわけでもないと思うんだけど、まあ思ってる人は多いと思うのだけどさ、実際に大還元してる人が言うのってすごくない？わかる？グループの中で一番その知名度がある人がそれを言えるってすごいなと思うのよ。しかもそのメンバーのフォロワーを増やしたいからって言って結構ずっと宣伝してんの、メンバーのインスタを。本当に佐野くんってすごいと思う。その一番さ、その知名度があってグループをちょっと引っ張っていくというか、グループの知名度を引っ張っていくような人がさ、そういう姿勢でグループ活動してくれてるとさ、やっぱさ応援する方もさ、応援するってなるよねって思った。なので皆さんミルク見てください。ただ初めてのライブだったからさ、ペンラゲーには置いてかれたよね。うわすごっ！ってなんだ、もう周り見てうわすごっ！ってなった。でもめっちゃ楽しかったよ。多分めっちゃ今更なんだけどさ、多分水入れすぎてる。ちょい薄。ごちそうさまでした。だから動画もさ、大阪行こうと思ってたからパッキング動画撮って、ね、ゲットレディーウィズミーとか撮って Vlog 撮って、まあ結構大阪での動画また上げられるなと思ってたから、10月全然上げられてなかった分を挽回しようと思ってたの、この後半戦で。もう挽回どころかの話になってしまい、あの本当申し訳ないなと思っております。だから来月は実家帰ってリトルと動画とか撮ったらいいかなと思ったんですけど、ちょっと今その帰るのに赤信号が灯ってるということで、どうなるか分かんないんですけれど、まあ見守っててくれたら嬉しいなと思います。あれはあと2日か3日の休養をしなきゃいけないので、部屋からと出れない、月曜日か火曜日くらいまでか部屋から出ないように過ごそうと思うんですけれども、あの皆さんおすすめのドラマとか、あのアニメとか、あとなんか YouTube とかありましたら、あのコメント欄に書いてくれたら、あの全部見ますのでよろしくお願いします。リトルもさ、コロナかかってすごい暇な時間に超特急にハマってるから、この期間にうちが新しい推しを見つける可能性ありますからね。よかったら皆さんぜひぜひコメント欄に書いて、あのワイのインフルエンザタイムを楽しくしてほしいなと思います。それではジャコバナナでした。バイバーイ。